ハーブ・アルパートは、アメリカ合衆国出身のトランペット奏者、作曲家、編曲家、音楽プロデューサー、歌手、ティファナブラスのリーダー、A&M レコードの創始者。なお、A&M の A は、アルパートを指す。代表曲には、ミスの味、ビター・スウィート・サンバ、マルタ島の砂、悲しき闘牛、ディス・ガイ、ライズ、ダイヤモンドなどがある。そのサウンドは、 アメリカ音楽とメキシコのマリアッチを合わせた音楽としてアメリアッチと呼ばれた時期もあった。日本放送の深夜ラジオ番組オールナイト日本のテーマソングとしてビタースイートサンバが長年使われている。ボーカル曲とインストゥルメンタル曲の両方でビルボード史全米シングルチャートナンバーワンを獲得した唯一の人物でもある。1935年3月31日。 カリフォルニア州ロサンゼルスにて、ユダヤ系ルーマニア移民の両親の間に生まれた。8歳よりトランペットを習い始めたとのこと。1952年、高校を卒業後南カリフォルニア大学へ入学。在学時に、トロジャンマーチングバンドへ2年間参加した。1954年に学士号を同大学より、習得し、卒業する。彼のミュージシャンとしてのスタートは、 ドゥアドラーと共作のサム・クックのヒットで知られるワンダフル・ワールドに始まる。しかしアルパート自身はスタンダードナンバーになるようなヒット曲を生み出しながらも作曲家としての自身の才能には執着せず演奏家としての道を選ぶ。ドア・ルパートの名で RCA レコードでキャリアを上げ、ジャン・ディーン等をプロデュースした。1962年に ジェリー・モースト100ドルずつを出資しインディーズの A&M レコードを創設する。A&M は現在こそ一大レーベルであるが、創設初期はアルパート自身のレコードリリースのために設立したプライベートレーベルだった。なお、A はアルパート、M はモスの頭文字である。アルパートは自身のガレージ内に小さいレコーディングスタジオを起こし、その第一弾として、 ザロンリーブルをレコーディング、自費でこのシングルをプレスした。そして、ラジオ DJ を通して人気が広まりだした。人気に応じて、他曲も録音、ハーブ・アルパートザ・ティファナブラス名で、デビューアルバム、ザロンリーブルをリリースした。このシングルは後に、ビルボード氏のポップシングルチャート6位にまで達した。A&M レーベル初のヒットレコード版となるが、録音したのは、 コーンウェイレコードのスタジオだった。1964年の終わりになると、アルパートは、ティファナブラスを正式なバンドへ転換させることを決意し、メンバーのオーディションを行い体制を整えていく。ただしメンバーの中に、ヒスパニックはいなかった。メンバーは、アルパートを中心に、ジョン・ピサーのローパガーニ、ニック・セロリ、パット・セネター、トニー・カラッシュ・ボブ・エドモンソンとなる。 このバンドは1965年にデビューし1969年まで活動した。日本で一番有名な楽曲とみられるビタースウィートサンバは1967年10月2日にスタートしたシニアラジオ番組の王道である日本放送系のオールナイト日本のテーマ音楽として親しまれている。 この曲は1965年リリースのウィップド、クリームアザー・デライツに収録されており、2006年にリーシュー、CD がリリースされている。ティファナ・ブラスは、数多くのヒット曲、アルバムチャートナンバーワンを獲得するアルバムを、生み出した。特に、1966年リリースのアルバム、ホワット・ナ・ウマ・イラブはビルボード氏のトップ200、アルバムチャートで9週連続。 ナンバーワンを記録している。1968年、ハルデビット作詞、バートバカラック作曲のディスガイをボーカリストとして発表。この曲は彼にとって、初の全米ナンバーワンヒットになった。1969年にアルパートはバンドを解散。しかし数名のオリジナルティファナブラスのメンバーと、新たなメンバーを加え、1971年から、ザ・ TJB 名義で、 ティファナブラスを復活させる一方で、ソロミュージシャンとしての活動を始める。ヒュー・マセケラとの共演アルバムを1978年にリリース。その後マセケラを加え新生ティファナブラス結成を画策したが、うまくいかず断念。1979年、ソロ名義のアルバム、ライズを発表。タイトル曲、ライズで、ソロとしては自身初のナンバーワンヒット曲になり、 さらに同曲でグラミー賞ベストポップインストゥルメンタルパフォーマンス部門を受賞。また、イギリスのクラブなどで33回転シングルを45回転で流したところ評判になり、た叩く間にヒットチャートを駆け上がった。あとに、ノトリアス BIG が1997年に発表したヒプノタイズのサンプリング音源として同曲が使用されている。 1982年、アルバムファンダンゴからのシングル、ルート101がビルボード氏のアダルトコンテンポラリー、チャートで4位を記録。1984年には、ティファノブラス名義でアルバムブリッシュをリリース。1987年には、ジャネット・ジャクソンをボーカルに招いたダイアモンドがヒットした。ソロ名義のアルバムには、夫人で、セルジオ・メンデスと、 ブラジル66の元ボーカリスト、ラニホールが参加し、ボーカル作での共演曲も多い。1988年には、第22回スーパーボールで、試合開始前の国歌聖唱でアメリカ国歌を演奏した。1962年から1992年にかけて、アルパートは、A、A&M レコードと所属するミュージシャン、バンドとの契約やプロデューサーとしても活動し、 中でもプロデュースした著名なミュージシャンとしては、カー・ペンターズや、セルジオ・メンデス、ビル・メドレー、ジャネット・ジャクソン等がいる。アルパートは現在でも演奏家としての活動を続けており、ガトー・バルビエリや、リタ・クー・リッチ、ジム・ブリックマン、ブライアン・カルバートソン、デイビッド・ランツ等にゲスト参加している。1990年に A&M をポリグラムに売却し離れる。アルパートは、 第二の人生として、抽象表現主義のアーティストとしても活動し始める。ブロードウェイミュージカルのプロデューサーもするようになった。音楽活動としては1994年に新たに自身のプライベートレーベルを再び MOS と ALMOSAUNDS を立ち上げる。今度は双方の名前を2文字ずつ取って ALMO とした。このレーベルからはセカンドウィンド、パッションダンス、 カラーズの3枚のソロアルバムをここからリリースされている。また1996年には、ジェフ・ローバーのバンドと共にモントルージャズフェスティバルに参加。1997年にはパートナーである、ジェリー・モーストレコード会社の役員として異業により、グラミートラスティーズ賞を得た。レコード会社への貢献により、ハリウッド・ウォーク・オブ・フェームにモスと共に名を刻まれている。 1999年のカラーズ以降、ソロ活動を控え、旧作アルバムの再発を積極的に監督するようになった。アルパートは2000年に、現在の A&M のオーナーのユニバーサル、ミュージックから権利を買い戻し、自身のアルバムのリミックスとリマスタリングをし、再発し始めている。2005年には、シャウトファクトリーレーベルから、A&M 時代のアルバムをデジタルリマスタリングした。 CD を供給しており、ティファナブラスの未発表曲を含めたアルバムもリリースしている。これらのアルバムは、日本では1960年代に A&M レーベルを配給していたキングレコードから新装版として発売されていた。2006年3月13日にモスと共に演奏者としてではなく A&M レーベル M レーベルでの貢献によりロックの殿堂入りを果たした。2007年4月20日、NHK 総合のドキュメンタリー番組、プレミアム10カーペンターズスーパースターの栄光と孤独に登場した。2009年には、妻のラニホールとのライブを収めた、アルバムエニシング・ゴーズを発表、10年ぶりのアルバムとなった。2013年、カラーズ以来のスタジオレコーディングのアルバムステッピン。 アウトを発表、本作は第56回グラミー賞を受賞した。アルパートは音楽教育と更新の育成のために様々な貢献を行っている。1980年代にアルパートは莫大な資材を投じ、音楽教育を支援するための非営利、法人アルパート財団を設立した。また、カリフォルニア芸術大学にアルパート賞を設け、若き才能をサポートしている。 2000年からはアルパート財団を通じてボストンのバークリー音楽院にハーブ・アルバート記念客員教授を設け世界の音楽業界で活躍するトップミュージシャンを毎年同学院へ招聘している。また2000年にはバークリー音楽院から名誉博士号を授与された。さらに2007年には3000万ドルを カリフォルニア大学ロサンゼルス校に寄付し、UCLA は音楽学部門を The UCLA h ー r ア a パー p ス r t School of Music と命名した。2012年、米国民芸術勲章の受賞者に選ばれる。2013年、バラク・オーバマ大統領から米国芸術勲章が授与された。2019年、新作 Over the Rainbow をリリース。ビルボード誌のジャズ、 コンテンポラリージャズチャートでナンバーワンを獲得したビタースウィートサンバ以外の日本との関係としてはありがとうございます。